7番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます7番のトロロですまあ、一発目なんで考察は落とせませんまあ、進行論も結局盤面が固まってないとどういう進行になるかわからないもし霊能が2人以上出てきたらまあ2人で収まるとは思いますけどもまあ、霊能ロラ僕は絶対冠水派ですそうですねまあ この部屋をロケットしようじゃなくて、高騰しようってことなんで、まあ、可能性として、霊能に狼が出てくる可能性もあります。狂、ま、人、あの可能性もありますけど、うん、結局どっちの可能性としてもケアできるのが霊能ら完遂だと僕は思っているので、霊能が2人出てきたら完遂したいと思います。あと、単純に言いたいのは、1周目で霊能、新霊能、新占い師の人は絶対に出てきてほしいのと、初日の1周目ね。と、村人さん、他の村人さん、狩りさん、まあ、僕も含めて狩人さん、ね、絶対変な動きをしないでいただきたい。 なんかアーマーとかスライドとかねわけのわからんことはしないでいただきたいです以上です8番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます私霊能者霊能者 CEO をしておきますね霊能者霊能者ですはいというところでえっと霊能者としての進行論みたいなのって結局言っても何にもならないと思うので言いませんはいで7番さんに関しては特に印象ないですねうんまあありふれた 進行論というか、まあ、その通りだなって感じですね。何にも印象なし。うん。個人的な方針を言っときます。個人的な方針としては、LINE ばっかりを見ていくんじゃなくて、単体精査で。その次に結果として LINE を見るという形でやっていこうと思います。単体で白い黒いしっかり上げていこうと思うんで、皆さんも単体でどういう発言が黒いのか、どういう発言が白いのかっていうのを言っていただきたいです。以上。9番。 のプレイヤーはは発言しいどうもー、村人陣営でーす。そうですね、自分としてはやっぱりフィーリングですね。うん考察というよりは、すみません、宮沢にはすみませんが、自分、フィーリングできます。フィーリングでい,いかさせていただきますね。うんそこだけかな。あと、マ番さんに言いたいのはね、レイのローラーしません。自分、決め打ってもいいと思ってますよ。自分決め打ちますね。うん決め打ちます、完璧に。いい進行としては。 うん。あとは八番さんが例の車使用、オッケー。で7番、あま例の使用しておきますって言っちゃったな。意見は違うけど、つま,まあ白も黒もないかな今のところはね。うん。二週目聞いてどう感じるか、俺がどう捉えるか持っている。それでは一番に回シく一番 誰か突っ込まれそうだな。だな発言してください。はい、現状、8万さんが例の CO ですね。うん、まあ、7、8、9さんの中で気になった発言は、まあ、特にないんですけど、9番さんは、まあ、例の決め打ちしたい。まあ、別に決め打ちは、まあ、なんていうかな。うん まあいいんですけど、やっぱき自分としては決め打てる要素があるときは決め打ちしたいけど、要素がないときはレイローラしたいってところですね。うん、あと、レイローラするか、まあ場面によるんですけど、レイローラするか、グレー詰めるかってなんか、うん、まあ二極化するときがあるんですけど、うん、そういうときは自分レイローラがいいと思ってます。理由としては、レイローラするもグレー詰めるのも、 あのレイロラしたら2ナワは使って3日目に決め打ち、グレー詰めたら、えー、1ナワは使って2日目に決め打ちなんですよね。でその間、占える回数も2回と1回、どっちも変わらないんで、それなら3日目まで持っていけるレイロラがいいと思ってこの辺までもテンプレですね。完全に。はい、おはようございます。占い C をさせていただきます。9番で白が出ている。9番で白が出ています。 でえーまあ、8番に関しては普通に心境で考えています。71に関して、えー、私視点なんだけど、71両論とかはまずあり得ないと思っている。だったら占いに出ているはずだから、えー、どちらかに黒という可能性はあるんですけども、71別に特段怪しい点もなかったなというところ。なので、3から6に2、えー、狼オいるのかなというふうな印象を今の時点では受けています。 占いの対抗が出たら僕は基本的にオオカミで見るので、えー、8番真郷で見てるというのもあるレイが出た場合は普通にレイロラしていく形の方が好きかなグレーズリオリというところです71特に黒いとは思わなかった、えー、9番は白が出ている以上です3番のプレイヤーは発言してくださいうん2番さんがなぜ9番占ったのか2周目聞きたいなちょっとうん,なんか7番さんは ロラしたしたくないでしょた,たいで裏なった,したり見えますね。同じになっちゃうかもしれないけど、場面によると思うんだよね。うん。8、8の太鼓出るのかな教授もいるのか。うん、まあ2周目考察伸ばしていきたいと思います。あ,あと、1周目でちょっと白黒つける人は怪しいなって思っちゃいます。うん、まあ、2周目頑張ります。以上です。 4番のプレイヤーは発言してください。自分が連動してるです。サ番バーさんはランダムですよ、ランダム。ランダムなんで、占い、占いできないですよ、三番さん。確かなんか、ランダムって言ってたような気がします。ルーマスターさんが。おい、自分が。ーとしてか紙。で、まあ今のころら一人しか言いないんで、ケューバーさん白は,は置いとき、ケーバーさんの考えが怖いと思ったら、キメイチか。 君ちゃん自分は君をやってほしいですけど、この。七番さんは。レイノロア完成。別に俺、レイノロア完成っていうか。レイノロア、グレイチで怪しい人がいたら。そいつ釣ればいいかなと思ってる。それで。レイの二人で色を見ればい,いんじゃないかなと思ってるんだけど。だから、そういう定価者が七番さんは。なんか、レイノロー、ローラを知ったよ、オーめやかなと思いました。以上です。五番。 のプレイヤーは発言してください,ださいまず言いたいけど、4番、例のなの占い師で三四郎じゃないよね。例のでいいんだよね。ちょっとそこが気になったかな。あと今日の次打ちとしては、俺三四郎のッと思うけどね、現状は。うんうん、チャットやったしさ、これルール違反じゃないの、まあ、でももし3番が人狼なら、ランダム四郎ってことを知らないわけがないという、まあそういうことも考えられるけど、 現状で3つりしかない思ったいな。現状はね。で、グレーから触れていくと、まあ、7はまだ分かんないかな。進行論って言ったのは、まあ、例のローが完成したいってことでしょ。で、9番は決め打ちしたい。え、1番が、うん、は完成したい。まあ、7、1はまあ、意見は一緒だけど、確かにまあ、同時形っていうのはまだそう分かんないかな。9番の決め打ちはね、ちょっとね、 脳としてはちょっとよ弱いかなと思ってるのちょっと9番気になってる。6番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい。四番さんの発言が本当よく分からなくて、うん、に聞こえたと思ってるんですが、二周目すぐお願いします。チャットできないので、本当になんか五番さんの指摘通り、占いとかだったらわけわかんないなと思って。 うん、<laughs> お願いします。えっ、ー、と、なので今、4番さんが霊媒マークは一応つけてるんだけど、よ,よくわかってないので、とりあえず今2番さんが真確定した村ということで、まあ、村が勝ちやすくなったんじゃないですか、4が占いとかじゃなければ。えっ、ー、と、グレーの方で、そうですね、うん、怪しい人、まあ、ほぼいないっていうのが率直な感想ですね。うん。8番さん ま、4番さんが0倍であればですが、8番さんには、えーまあ8番八四番さんともにね、えグ、ー、レランかレイロラ、どっちしたいかっていうのを聞いてみたいですね、うん。9番さんの印象は、あの、良かった。なんかすごく元気だなっていう感じです。うん。だから白っぽいなーって感じてはいましたね。印象でね。まあ、現状2番さんが真なので、まあ、あ 納得っ562女神あるんじゃないこれ3番さんは乱視を把握してないっていうところでメタ的な発言なんですけど、うん、3番さんさんもこと発言を聞きたいですねメタでシーンを取りに来てるんだったらちょっとそれはないからしっかりとそれは把握していただいてまた考察を聞きたい、うん、7番さんに関しても同意ですね全部以上7番 のプレイヤーは発言してください。エ、今日は三番釣り以外ないと思う。いろんな要素を含めて。あ、四番。もうなんか、もうなんだこの俺、配送するか。はあ。初日は高騰しようなしですよね。一生懸命の仕様なしだ,だね。ねえ、4番さん。 2番んからもマました。ですよねー。あーねえじゃねえよ。3番さんも4番さんも。なんだお前ら身内かもしかして。嵐に来たのかこの村は純粋に思ってしまうわ。はい。どうするのこれ3と4どっち釣るのどっちも釣って終わる。もしくは敗損する ぐらいの感じなんだけど僕はあもう正直言うと五六、うん、が盤面的に白いっていう要素はないんだよね四番さんが霊能で出たか占い師で出たかっていうのを理解してたいから盤面的に白っていうのはまずありえないっていうだけ言ってる俺なんか他の人がなんか後半の五六番さんは盤面的に白いとか言い出しそうだから言ってくれ先。うん 5番さんで引っかかったのは一七の同人縁がないのかなわかんないなみたいな話をしてたんだけども、一七ムラムラ以外はあり得るんだよね。これ、あ、でもそっか、ね、わかんねえわ、もうこんなの <laughs> あー。わかんないけども、とりあえず僕はもうグレーを行くんだったら3番しかありえない。もういろんな要素も含めて。とりあえず2周目の発言は聞くけど。僕は3番釣りありえないと思う。4番も釣りてえけども、3、4どっちも釣りてえは以上。8番のプレイヤーは、 発言してくださいまあ、とりあえず、ルーマスターの、あの、意向に従いましょう。配送って言葉は、あの、ゲーム性崩壊させるので、あの、これ1個は使わないように。あとは、ルーマスターの判断に任せましょう。それでいいと思います。うん。で、私、新確定ってことかな。うん。4番さんに関しては、例のローラー、え、じゃあ、例の、えじゃあ、占いスライドか。うん。もし4番さんが先に発言していて、例えば、太鼓が出てきて、スライドってするんだったら、まだ、利がある。 が、全く理がない。ですよね。私のシーンを確定させて買ったとしても、レイドで出る意味がわからないし、2番差が出てる以上は、占いだったら速攻出るべきだよね。4のシーンは切ろうと思います。うん。で、気になったのは、まあ、そうだな、順番に触れていくか。1番差は、あま、0、まあ、いいや、1番差は特に印象なし、で、3番差に関しては、えっと、 一周目で白黒つける人は怪しいって言ったんだよね。ここに、を決定打にしてほしかったよね。5、6、7あたりは。3釣りたいなら。うん。一周目で白黒つける人は怪しいって言って、自分に色をつけられたくないからっていう。あとは自分が、あの、強気の発言でしませんよっていうレッテルに思えたっていうので、3釣りをするんだったらまだわかるけどね。まあ、メタ発言もあったし、チャットもあったけどね。まあ、その上でもやっぱり言ってほしかったかなって思った。うん。で、5番差に関しては、 5番さんの時点では、えっと、12展開だったよね。12展開だった。で、6番さんが出るかもしれないって発言、ちょっと欲しかったかな。なぜ、えっと、えっと、21、えっと、12展開か。12展開って、割と確信思ったような言い方してたから、そこが562狼なのかなっていうふうに思った。で、56が両方潜伏っていう作戦なのかなとも思った。かな。以上。 9番のプレイヤーは発言してください。なかなかゲームとして成立するのは今回の試合難しいと思っている。うーん、どうするか俺もルームマスターに聞きたいかな。その上で配送するか配送しないか。うーん、あとは、そうだな、まあ、つる鶴一としてはね、やっぱ、うん、どうしたって3番になるかな、俺は。うーん。まあ ね、やっぱルールがあるわけで、ルールを破ってしまった場合にはそれなりのペナルティが発生するわけで、た、う、と、ん、え白だとしても、うん、俺がサ番さんを釣ろうと思っている、たとえ白か黒かでも、うん、ただ今のところ黒い位置を上げるとすれば、うん、やっぱりちょっと4番が怪しいかな、そのスライドっていうのはちょっと信用できないかな、俺的には今の感じでは。うん、あとはちょっとね、ルールマスターか。 さい。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まあ、4番のスライドに関しては全く理がないからうん。4番に4番の親友欄の視点に自分が新4番の視点だったら対抗の2番が出てるのに例の出たってことになるからね。ううん。もうめちゃくちゃだからまあ、28で親友が 決め打って、今日、グレー詰めて、明日4番って流れでいいと思ってる。<laughs> うん。うんで、グレーだと、7番は、あの、パッション的なもので白く感じたから、もう3、4、5、6、釣り気で勝てるんじゃないかと思ってます。現状ね。で、まあ、まあ、ちゃんと精査すると、3、6、5の順からグレースケア上げると、3、6、5、まあ最後に7って感じで。 理由としては3番の黒い理由は、八幡さん言ったけど、まあ、初日白黒つけるのは怪しいっていう、人を怪しく見るっていう発言は全く分からなかった。うん。うん、まあもうそれ、八幡さん説明したからいいけど、あと3番がメタ,メタ的で、あのー、狼に見えないって言ってたけど、別に3番がもともと理解してないって可能性もあるから、そこは思えないかな <laughs> そう、ね、そうは思わないかな、自分は。 まあ、キりがないですもんね、うん、それ言い始めたらね。オオカミの番で何も理解してないっていうのもありえるから、そこでオオカミ、白くはならないと思ってる。で、3の次に6を入れたのは、6番の発言で、まあ、怪しい人はいないかなっていう感じで、めちゃくちゃ3番怪しかったと思うけどな。最終的に3番も叩いたけど、うん、初めの方に怪しい人いないって発言してたのが引っかかったから、時点で六が入ってます。以上。<番>これ5、6な気がするけどな。な 発言してくださいうん、まあ、1の考察は白いと思っている。で、配損にはしません。4にも勝ち筋は与えます。えただですね、明日四4釣ってもらう進行、僕はすごくありがたいんですけども、正直僕ね、6番が平然としすぎだと思ってる。今日三3か6を行きたいっていう風な話、あ、3行きたいって話あるけど、6番って4番って例の C をしています。そこで、配損希望、<laughs> じゃあ4つでいいのか、もう普通に。俺、4、6黒だと思ってんだけど。 なぜかっていうと、6番って僕、占い一人,人の盤面で、7番、えー、違う、6番、えー、違う違う違う、番で僕一人の盤面で確定していたのに、うん、そこに対するツッコミがなかったから、4で,で、狼が出ているのが分かってんじゃないかなと思って、4、6、黒で結構見てました。だから、俺、今日、3って意見もあるけど、6か3でちょっと言ってもらいたいなと思っています。くらいかな。まあ、4、狼、3が今日はあるかなって思ってます。4、6。 3番のプレイヤーは発言してください。本当にルールやってすいませんでしたあの。ちょっとあんまり把握してませんでした。自分、スムラなんで言ってもらっても、名渡りいるんならいいんですけど。4番さんが敗損希望って言って,て、別に辛いねえなう自分なら自爆するはずなんですけど、自爆しないってことは強人って感じで見ちゃうかな。うん。あとは皆さん、任せます。4番。 プ <laughs> レイヤーの発言してください。はい、そのディース。で、あの、村が沼,沼ってるんで、こんな村とやりたくないです。クズですね。では、まあや、やいちう、じゃあ考察だけしておきましょうか。えっと、教授潜伏だと思いますね。まあ、2オオカミ考えんなら67オオカミです、相方は。で、5、5が白なんですけど、じゃあ、でも5が教授はないと思います。5教授なら、例のに出てくると思うんで。 で何俺がやってことぶらりだいだまれこのカス村が死にやがれカスとりあえず敗戦希望ですじゃ説明してくれムラりのあるださいそれはいいがカスはいいが五番説明してくれなら発言してくださあ自分にしろねわかったうんとりあえずね気になったのがねイ番さんなんだよねイ番さん目線さ四番人回でしょなのに四番をさ釣り落さないんだよ三六でしょ 2番さんそう気になったんだよな。なんで4番釣らないの ?2 番さんですねさ。3、6まだ分かんないでしょなんで4番釣りをさないの,ないのそこはすごく気にっ釣りをしないでしょあ。あと自分言っときます。自分カーリードです。5、6、ロール6、6とかないからね。で、4番が自分一緒でしょかかこれ4番の囲いは消えた。うーん、2, 2番が今すっごく黒くなったんだよな。い<や>4番のシーンの可能性も若干あるんでこれ。あと9番もね、白く出るんだよ、正直。うん,うん。 3釣りたいかなーって、4釣りたいかなって、なんだろう、笑ったんだよね。9番も普通に黒いと思った。どういう目線なの？これ、どうしよう4。4釣り番。さないの。6番何なんだ。のプレイヤーは発言してください。えっと、7番さん、もしよかったら4番さんの占い席を教えてくれますか <laughs> いやー、普通に3、4、ーロで終わってると思うけど。7からじゃない発言順2番さんは私を狼かっていう話をされていたけど、いや、普通に4のシーンは完全に切っているんですけど、4番さんが、じゃあ狼としてね、私が狼とすれば、こんな、その、4番さんが霊媒なのか、占いなのかって聞いたりするようになって、夜の会話で話し合ってるはずなの。しかも4番さんが狼で、私が狼っていうのは、ちょっとそれな、 そういう、なんで、会話、会話を考えてもまたないってわかると思う。え、普通に3狼、4狼じゃないの ?1 番さんの話も7番さんの話とかを聞いてても、別に普通に交差されてるんだけど。2番さんから8番さんから普通に狼要素を感じ取っていない。3番さんは自分に釣ってもいいよ、4番さん強化もって言ってるんでしょ。普通に3、四6、6でしょ。え、5番さんのに、その2番さんが、 シンじゃないかもって言ってるの,あの結論から言うと4番さんの芯を申し訳ないが4番さんの発言で芯を置いてね村進行して勝てると思いますかそれだったら明らかに4が芯がもう置けないんだから4の芯を切って村進行した方がいいに決まってると思いませんかまあ34ロールだと思ってるんですけどエサマえさうんと強人はああ3でいいんじゃないですか 読んでもいいですよえ7番さんは決めたらいいよ7番さんからだと思ってるけど票集めてどっちを落としたらいいんじゃないですか6投票したいな投票を始めてくださいありえんオラじゃないべ3番のプレイヤーが選ばれました 3番のプレイヤーは発言してください3861246番さんに言いたいなんか俺つってもいいよって言ったけど俺スム村だからつってもいいよって言ったのなんか変なとこだけ切り取って変な風に変えないでいくれないって思った、うん、村の皆さんは頑張ってくださいえー、勉強させてもらいます以上です悪い子だなさそうだね 目を閉じてください。ケイサウラは目を開けてぶら下がりでし六一。六安はもうほぼほぼ狼硬い感じはするな。 レーロラとの2択ならレーロラ7はパッションで白目3657のうーん朝が来ました

どもコースするもね、8番が雑魚すぎて話なんで。8番分かる、お前雑魚だからな。た村が雑魚なんで話なんで。ま、どうは村が安定通おりずぎでしょ。全然どうぞ。5番のプレイヤーは発言してください。7クロでいいのでももうさすがに4番のシーンは来たな。昨日の講座とも誰だったな。若干4番のシーンあると思っちゃった。ごめんね、マジ。えー、2位ーんで9死の確定でしょ。 で4が7に黒を打ってることから、うん、逆が怖いわ、うん。まあいいや、もうまだ追わねえわ。ってことでね、えー、9白角で1、6、7。まあ今日は4つるんだけど、でも3白か。うん、俺3次のはないと思ったけどやっぱり。うーん。4がオオカミだとしたら、相方は、えー、ちょっと分かんねえな。 村うん、そうだね。そこだね。あ、しょ、考察の伸びねえな、これ。またで4つりますね。6番。のプレイヤーは発言してください。今日4つですね。えっと、今3番さんが白っていうのを狼が分かっていたからこそ、真を噛んだ。2番さんは真でしょ、普通に圧倒的に。狼の勝ちでいいわ。 何をかげるいや、そういう、なんか、チャットやめようよ、チャット。チャットやめてさ、という、なんかねチャ、チャットやめてください、チャットは。うん。あどっちにしてもうそのチャットのマナー違反も含めて、ルール違反も含めて、四馬さん釣ります。でも、四馬さん目線も、自分が死んだと主張するのならば、二四で、一時間切れてるわけじゃんオッケー ?OK?OK? 皆さん、今日四馬さん釣りましょう。えそもそも四馬さんのさ、初衆ってさ、三色やったんか。そこを理解しなかったんだけど。 なんかそこの俺で把握も連れてて。うん。あとやつが4つ、ね、村は4ずり。確実に4つって1人が4。うん。まあいや、4ずりします。7番のプレイヤーは発言してください。はい。4が偽物。4つって16つって、目線は勝ちです。ね。じゃあ1番さんの一応黒要素を述べておこうかな。1番さん。 2番さんを芯で決め打って進行するんであれば、あの時点でね。ハリウッドを出して4番以外を釣るんだよ。だってグレーが狭まるでしょ、そっちの方が。2番さんの占い値も狭まるでしょ。にもかかわらず1番さんはその提案がなしにグレー詰めをしようとしていた。結果的に4に入れてるしね、1番さんに関しては。2番の芯を決め打っていたんでしょ だっったら番番ななんんでで釣る必要ないんですよね1番さんってそれが2番さんへのするより6番さんも一緒。結果的に2番さんが死んだと言い続ける。で、1番さんのその発言にも指摘はしない。うん。かな。まあ、おそらく4が強人で16狼だと思います。まあ、4が人狼で狂人潜伏って可能性もあるけど、それはレア系だと思いたい。かな。 まあごめんなさい。僕がね、2週目の最初でなんかもういろんなことをごちゃごちゃと言ってしまったせいで、うん、ちょっと八番さんの考察も鈍らせてしまっててか、僕以降の人の考察を鈍らせてしまったのはあると思う。そこは正直申し訳ない。僕もああいう発言は控えるべきだった。僕目線はもう確定しています。4、人外。まあ、4が強人だったら1、6、狼ですね。まあ、4、1、6、釣り切って勝ちです。こんな感じかな。 うん。他に言うことはありません。以上です。8番のプレイヤーは発言してくださいいや、申し訳ない。4番さん、申し訳ない。私がね、ちょっと雑魚すぎてミスリードしてると思う。うん。だからね、単純に4番さんが、あの、占い師スライドした。ちょっとね、これをね、あれを教えてほしかった。ちょっとね、わかんない。わかんなかった。単純に。雑魚だから。うん。それをね、説明してほしかったね。うん。 4番さんに関して、5、6、7番さん触れるかなと思ったけど、狂人潜伏ってことねって言ったと思うんですけど、2番さん噛まれてますよね。4番さん目線、2番さん狂人確定じゃないんですかね。うん。狂人潜伏って言葉は出た以上は、4番さん狼かなって思いました。6番さんに関しては、3、4狼って言ってましたよね、昨日。3、4狼と言っていた。4番さんの黒要素。 死ね。ごめんなさい。後で死にます。一緒に死ぬえっとね6、6番さんはね、4番さんの黒要素を全く言わなかったし、強靭の位置も言わなかった。これ4六二狼じゃないかなって思いましたね、単純に。うん。し1日目多分ね、今日ね、4番さん、ごめんね、死んだったらごめんね。多分釣られちゃうと思うんだけど、あのぜひね、あの教えてほしい。遺言で。うん、追加して、教えてほしい。あの、どういうふうに進めたかったのか。 感じでね、あのみんなにみんな雑魚だからちょっと教えてほしいね、うん、こうした方がよかったよっていうのをね教えてほしいねだから4六二かみに見てるかな今日は4番3釣りでいいと思ってますで強人の位置なうん九 9, 9番3かなー 強人旋風があるなら9番さんな感じはするが2番さんが後から9白出して,てるからなどうなんだろうねうーんでも他に強人位がない462を紙で見て,みてる今日は4釣りで9番のプレイヤーは発言してくださいえらいえらく4番さんが8番さんに向けてバチバチだなすごいなそこまで言うか死ねなんて言葉はもう日本じゃ使っちゃいけないぞ 俺、法令遵守。ダメだぞ。そんな言葉。3分やぞ。本当にもう、ダメ、ダメ。しっかりして、本当に、楽しくピースに行こう。ピース。だとしても、今日はごめんだけど、4番なんて言っちゃうかな。うん。死んだとしても、犠牲だとしても、4番んつられていただきます。はい、そんなところですかね。<laughs> うーん、あやっていっぱい、ね、ローなんだけど、俺には、わからないかな、ちょっと。うん。 わからない、ただ単に言わせてもらうんやったら7がすごく白く見える俺からしたら、うん、どうしてかって言われるとフィーリングフィーリング人狼かこれが 1> 1番のプレイヤーは発言してください,ださい、まあ、まあ昨日4番に入れた理由は嵐だからっていう単純な理由ですねそれだけですまあ46なんじゃないの うん7オオカミにはあんま見えてないかな、初日から。うん4強人で見たら67なんだけど。うんまあうん、黒い要素なかったし、まあ、6番の引っかかった点は、えー、初日に言った通り。 うん、自分目線467、釣り切りだけは46で終わると思ってる。強人は知らん。3番とかじゃないのかな。うん。あそこまで強人っぽい人も見つかってないかな。今日か。だうん、今日ね。 4番のプレイヤーが選ばれました4番のプレイヤーは発言して,発言してください言は何がせりたかったんだっけ何がせりたいんだっけちばんさまあいいや6番とち番んは札向いてないと思うよ正直お前らの脳みそじゃない勝てねえよ札 <laughs> やめるか札やりたいんだったら <Okay. S 2> 急に村お前らにはえ早すぎる。早すぎたか。あの、アチさん、アチさんだっけ結構やってんじゃん。<laughs> 結構やってて、そのノイズじゃお前やめたほうがいいやさつ。教えてくれ千葉さんぜひお、アドバイスして,くしてんの。アチバンさんその、俺が教授セン考えって言ったのあれ、一日目だかんで、ね。八チバンさん、さっき言ったじゃん。今言ってんじゃん。二 <laughs> 日目で、二日目なんか教授センプを取ってたでしょ。今言ったじゃん。お前さん、さブーム刺さってんじゃん。 1> 俺一日目だけど <laughs> なかいやの最速で言ったじゃんか。今<日>アドバイスくれよ教えてスライドしたメリットと分かんなかったから。まじ裏見たじいや えっ、ー、ってなると6七 ?6 オオカミは硬いよなマシ地神も追えないしな。 朝がヤました。昨夜死んだのは八番。まあイの守りだったんでスオネー9番のプレイヤーは<あ>発言してくださいンストゲンうトゲンストゲンストゲンス だから俺、今のところね、もう7をもう完璧に白で置いた。もうね、そこからはもう知らない。7をもう完璧に白置きする。それだけかな。うん。あとどこ釣るかっていう話は、まあ、1、5、6の話を聞いてたけど、うん。今のところ7だけもう完璧に白置き。うん。あ、違う。5カリドだったっけごめんね。ちょっとあんま、話はカオスになってる。5番3カリドだったっけうん。 だとしたらもうあとはもう一六のせいせいになってくるんだけども、うん、7はもう完璧にも白で置いたよもうカリドさんもう7は完璧に白で置いた、うん、もうあとは一六のせいせいでいいんじゃないかなとか一六どうもあるんじゃない以上一番のプレイヤーは発言,発言してくださいがもう一六すり切りでいいんじゃないですかうんえ七、うん、えーうん、正直あんまり 手術して聞いてなかったからそこまで拾えてないんだけど。うんまあ7番に突っ込め、突っ込まれた通り、まあ確かにカリ竜ド出すって言わなかったのは黒いね。俺の発言はね。うん。うん。まあ、うん、7、まあそうだな まあもうじゃあ自分も7白く置くんで16釣り切りでいいと思います。自分6入れます。以上。怖いのはね、4人狼で強人潜伏なら今日白釣ると PP で負けちゃうんだよね。うん、167でしょうん、9はマックス強人だから、うん、結局今日人牢釣らないと結局負けなんだよな。 1> 1でまあ4番に逆囲いの思考はないと信じて7は白浮きして16でしょうん16どっちだこれうん1番が人狼なら61ロナでいいって言うかな1番が人狼ならんだろう7番にも結局ヘイトを向けないといけないから うーん6かの俺現状、うん、6つすれば、うん、6, 6かの俺6番のプレイヤーは発言してください盤面整理します2番さんが噛まれている事実24で圧倒的に2番さんは真だったことよって2番さんは真4番は偽であるというのが村の今共通認識と置くべき迷いは、うん ブラウンの負けを導く。2番さんが真とすれば4番さんは隠しろ。問題は7番さんをどう見るかなんですが、7番さん、4番さん、偽の,の4番さんに、えー、黒を打たれている。まあ、4番さんは、まあ、狼だと見ていますね。やはり、このレギュでよくありがちな狼だと見ている。ことから4番さんが狼で黒が囲いさという線もある。が、7番さんの発言自体に特段、うん、気になることもなかったというのも事実。 よって、7は黒ではない。皆さんも言っている通り、7は白。と見れば、私目線は、1番3しかない。しかし、1番3は、ロラを飲むと言っている。その発言は、村に感じますか、皆さん。多分感じるんでしょうね。ただ、私は、この順番がとても大事だと思っている。今日は、私は1番3に行きたい。1番3は狼だと思ってますね。うーん 狼だと思っている。一番さを明確に釣りたい。標準位置としては9とかはありそうですね。資料出されているから。うん。はい。というわけで、私は一番んに行ってください。と言いますね。私は村人。1に行ってください。あああああ 1>, 1に行ったら、負けはない。1で。七番。 6番さんは僕を白置きするんだったら1番さんしか黒いねえだろって僕はすごく問いたいんだけど僕の黒の線も一応追っているっていう発言だったら僕の黒要素を一応述べるべきだしうんまあ現状は6ですかねまあ、僕目線は9が強人だったら9が強人で1がオオミだったら4黒って見るよなっていう線だからな うん、まあ6つって終わらなかったら1ですかね。なる9がだって僕から始まって3番目だよな。標人わざわざ潜伏するのを選んだってことが9が教人だった場合ね。だとしたらなんでそんなことをしたんだろうっていうのは気になるけどまあまあいいでしょう。とりあえず6をつって終わらなければ1です。以上投票を始めてください。 六番のプレイヤーが選ばれました六番のプレイヤーは発言してくださいはい終わってないから私は黒でなかったというのは分かりますよね必ず一番参照してくださいみさんの判断間違えましたよみんなあれか四黒って見てるのかな 見ろ !6 地点17って言ってもいいはず番目、ね、上に新、9隠角白。7番さんわからないが、17ってなりますよ斜め7目線ん7 16って見てるのいや、私は7番さんのことを絶対白とは言いませんよ。ただ4番さんが黒を出していることから、まあ、白かなと思っているぐらいですね。まあ、裏で戦ってください。 まあ一番さんは実利を飲んでるんだから一番さんでいいんじゃないでしょうか私を釣ったんだから自分の実利を飲めるんですよねそういうための発言ですよ一番さんに言ってくださいね以上夜が来ました目を閉じてください 黒硬そうだよな。ただ相方位いないんだよな。一六だったら一六ローラー飲むなんて言わないしな。七六も考えづらいよな。どうなってんだ。二が強人。 2が強人だったらでも7黒なるしな朝が来ました昨夜死んだのは5だよね5番7番のプレイヤーは発言してください,は,ださいはい まあそうですね。1番さんに入れます。しか言うことがない。9番さんも僕を白良きしてくれてんだよね。なら1番さんに言ってください。<laughs> まあ1番さんの黒予想は言ったからいいかな。うん。他に言うことがない。です。以上。9番。 のプレイヤーは発言してください <laughs> ごめんねみんなこれで負けちゃったらごめんね本当に俺7番完璧も塩で置いちゃってるから、うん、よあもう奇跡的な大逆転の発言をしてくれる限りはもう,もう僕は <laughs> 一番さんに入れます、うん、もうそれしかありません、うん、皆さん負けたら申し訳ないいつポジションナイスです一番のプレイヤーは発言してください,ださい大逆転なんで 無理でしょ <laughs> まあもう9番さんロックしちゃってるしね自分にうんまあ7番さんそうだよね47だったら相方があんなだったら配送にしたいよね気持ち上がる <laughs> まあそれが4番のラインとは言っとこう <laughs> うんまあうまかったね7番さん結構どうしようもないな裏感情な雰囲気出すのな <laughs> る7番さん殴る要素ないもん そんなって。全員考察伸びてないからね。ま仕方ない。これは？お疲れ様です。投票を始めてください。 1番のプレイヤーはま<ず>発言してください。あ、まあ、<laughs> はい。多分まあ47でしょ。巨人どこかな巨人3番かなうん、3番だろうね、おそらく。6番は見えなかったし。7番。 逆に聞くけど、なんで4番を人狼でおきしてんだ、一番さん、ま、は。見えてんでしょうね、もう完全にこれは。うん。なんか他の人もまあ言ってたけど。他の人が言ってたからって4番が人狼で確定してるわけではないんですよね、別に。4番が狂人で61狼だったってね、あったわけだし、別に。うん。 っていうのが1番さんのが番黒要素。もうすでに4番を黒でロックしている4番の所存を知っていることぐらいかなあとの黒要素はまあさっき手書きのおとといかないった感じかな2番3シーを進行するんであれば決め打ってね針を出してグレーをつるこれがすべてですね以上です投票を始めてください 一番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了 <laughs> 人狼の勝ちです終わっつ4シーン7黒って言ってなかった地紙だったのかいややば <laughs> いや四番が天才すぎてついていけなかったな マジかこりゃ無理だな